こんにちは。いつもご覧いただきまして誠にありがとうございます。ナナインターナショナルです。久しぶりの動画の投稿になります。約半年ぶりぐらいですかね。かなりサボってました。またですね、ちょこちょこと、こういった感じで、アイテムの紹介を、動画をアップさせていただこうと思いますので、お時間あるときにぜひ、ご覧いただければと思います。ちょっと本当ゆるーくアップしていくと思いますんで、結構拙い部分もあるかと思うんですけども、温かく見守っていただければ幸いです。というわけでですね、今回久しぶりに、紹介させていただくアイテムは、こちらとなります。こちらがですね、今期といってももうすでに終わってしまいそうなあれですけれど、2022年 AW にリリースされました、ダブルタップスの JFW01 ですね。シルエットはですね、襟付き、そしてフロントジップで、腹部部分に、お腹の部分に、フラップポケットとハンドウォーマーのポケットですね。フラップとハンドウォーマーのポケットを兼備した大きなポケットですね。そしてリブ仕様、まあ襟やボタンついてます。襟じゃないですね、裾はボタンがついてますね。 A2 のフライトジャケットのシルエットに似せたって言ったら言い方があれですけど、をベースとしたジャケットとなっております。で、表地はですね、ちょっと細かくシワの入るシボ革のようなシンセティックレザーですね、合成皮革を使用しております。結構張りはあるんですが、割と柔らかい質感ですね。張りはあるんですが軽くて、結構こういうな、あんまレザーのジャケットでは見られない膨らんだこういう質感が出るだなと、合皮は、シンセティックレザーはそういう印象ですね。とても体になじみやすく着やすいアイテム、ジャケットかなと思います。質感かなと思います。そしてなんといってもバッグなんですよね。バッグにもあります。バッグにさまざまなアイテムで使用されているモチーフ、クロスボーンのモチーフ、クロスボーン自体は昔からすごい人気のモチーフであるんですけれども、今回はこういったグラフィック調のクロスボーンですねを使用していますね。で、こちらはアッピケ、ちょっとパッチ風に縫い付けてあるクロスボーンとなっております。そして首元にロングライブチェーン付きのメタルプレートですね、取り外し可能になっておりますね。こちらのですね、これがすごく、まあ、高級感といいますかラグジュアリーな印象を醸し出してますね。そしてフロントに戻りまして、
内側ですね、内側ジップを開けるとポリエステルの中綿入りの、ダイヤキルティングになっております。通常こういったヘビーなジャケットを本当レザーで作っちゃうと重たくて硬くてちょっと着にくかったりして結局着るのが遠のいてしまうジャケットになるんですけれど、まあ、シンセティックレザーを使用することで軽くてもう最初から体に馴染むようなが得られるのでとても着やすいジャケットかなと思います。見た目によらず本当軽くて着やすいジャケットになりますね。以上ですね、今回はダブルタップスの、JFW01のジャケットを、紹介させていただきました。当店ですね、ダブルタップスとかネイバーフッドなど、裏原系のストリートブランドを中心にですね、買取販売を行っているお店となっております。直接店頭でもですねアイテムの方をご覧いただけますので、ぜひお気軽にご来店いただければと思います。もちろんメールやお電話などでのお問い合わせも、大歓迎です。ぜひお気軽にお問い合わせください。それでは本日は今回はこの辺で、最後までご視聴いただきありがとうございました。